中原口交差点左方が、国道1号、第2京浜、右方が、東京都道2号、中原街道マリコ橋マリコ橋交差点3サジの、左側が、津波島街道、右側が、中原街道道標東京都道、神奈川県道2号東京マリコ横浜線は、東京都品川区西五丹だから、神奈川県横浜市神奈川区に至る、主要地方道である。 マリコ橋交差点を境にして、五丹田方面を中原街道、津島方面を津島街道と通称される。現在の専属付近からマリコ橋付近までと、津島付近から江北区篠原付近までは、鎌倉時代に作られた鎌倉街道下の道の一部を原型としている。室町時代から江戸時代初期、五北条市の本庄である。 小田原城と市城である、江戸城とを結ぶ中原街道が作られ、その後、徳川家康により整備された。1920年4月1日、東京府国寺第162校、及び神奈川県国寺第122校により、東京府道19号下大崎川和線、神奈川県道と、田島大崎線、及び神奈川県道神奈川溝の口線が指定された。 その後、京浜国道の六号橋と、府県道東京厚木線の双子橋との間に橋がなかったことや、京浜国道の交通法案を緩和することなどが、急務になったことからマリコ橋が仮設されることになり、1935年5月11日に、初代の橋が開通した。1936年9月25日、内務省国示第516項により、 東京府道5号東京神奈川線、及び、神奈川県道8号神奈川上マリコ線に指定された。なお、菊内南は、現在の旧、津波島街道と六角橋から、神奈川区役所を経て、国道15号の滝の橋付近に至る道路である。1954年1月20日、建設省国時代16号により主要地方道、五反田マリコ東。 神奈川線として、翌1955年3月4日には、神奈川県国時代136号により、神奈川県主要地方道東京マリコ横浜線として、同年12月15日には、東京都国時代1058号により、東京都主要地方道東京マリコ横浜線として、指定された。1993年5月11日、 建設省国第千1270号により、現在の東京都道、神奈川県道2号東京マリコ横浜線を、主要地方道に認定された。通称名は、川崎市中原区のマリコ橋交差点から、主に、東京都内になる北側が、中原街道、神奈川県内になる南側が、津波島街道となっている。なお、道交差点から、 西方向へ分岐する神奈川県道45号、丸子中在茅ヶ崎線も、川崎市内及び、横浜市内の区間が、中原街道と、通称されている。その由来については中原街道に詳しい。平成22年度時点での、道路交通センサスによる東京マリコ横浜線の各、観測地点での交通量はそれぞれ以下の通りである。東京都内また、 上記のすべての地点で、車道部16.00メートル、歩道部4.40メートル、車線数は4車線である。東急池上線や東急東横線が付近を並走する。また、付近には、千属池、桜坂、玉川大公園の桜や、大倉山公園の梅など、花の名所がある。ありがとうございます。